えい、おしちゅうぶでございます。えー、っと、おしなむセブン、ね、おしなむセブンの総評ということで、えー、っと、おしなぶ、終わって、編集して、うん、ほぼほぼ1ヶ月、んほぼほぼじゃねえな、まるまる1ヶ月、ね、経ちました。えー、っと、うん、まずね、今回の最大の懸念材料、 というか、えー、一番ピンチやったのはね。天気です。天気予報がね。当日というか前日というかね。めちゃくちゃ悪くって。23人キャンセルになったんですよね。まあ,あの来れなかった人に対してね。なんでこうへかったんや。やってたのにっていうわけではないんですけど、あの予報を見たらね。それは来る？気せえへんやろ。みたいなね。感じですよ。 で実際ねキャンいつもお世話になってるキャンプ大原さんなんかはあの「キャンセルいっぱい出て中止になりました」みたいな「ええやってへんかった」みたいなね思ったぐらいで「実際そんな降ってへんかったやんみたいなこの間なんか先週ちょっと遊びに行った時なんか「よっぽど雨降ってたぞ」みたいなね、まあ、やる気のある人がエントリーしてるかどうかっていうのを多少雨降っててもやるんやみたいなね 感じの人らがいるとままあまあ開催できたりも少人数でもね開催できたりするんでしょうけどまあお品目に関してはね一応ちょっと遠方からね来てくれてる人らまあ、名古屋方面、えー、やったり愛知県からも同じですけどね愛知県から、えー、ベースエクスチェンジさんとかねショップさんも来ていただいてましたし石川県から班長課さんとかだから実際僕は。 これ雨降っててこれゲームできんわやる気せえへんなーってなってもまあちょっとみんなで集まって残念やねって言うてまあまあ店広げれるかどうかみたいなね雨降ってるとねアウトドアのあので店も難しいしもの商品が濡れたりとかするしねなかなかなんですけどまあさいまあ ちょっとね、最悪そういうことだけでもちょっとできひんかなっていう感じで行ったら何のことな、ね、全然降っとらんやんけみたいなねまあ雨の後やったんでねやっぱりちょっと周りが湿ってたりとかそういうのはあったんですけどまあまああのーまあ、来れなかった人はねちょっと残念でしたけどまあ来られたからは方は、えー、一応気よく遊んでいただけたんじゃないかなと思ってよかったです。もうほんま天気 まあ一説には弥生ちゃんの晴れ女パワーやっていう話もあるらしいんですけどえ振ってなかったことあったっけなみたいな気もするんですけどまあまあそこはね弥生ちゃんのおかげやったということにしとけば丸く収まるんじゃないでしょうかってことねまああとねまあおム的なトピックとしてはねベトコン少年ですよねま彼はね ここ最近何,何回かあったんですよね。でもあのあの僕のねあの、チャンネルも見てくれてるってことで、えー、まあ見てくれてるから何でもありかって言うとそういうわけじゃないんですけど、えー、っとね、まあベースエクスチェンジさんのお客さんなのかなと、ね。まあ、なりはちっちゃいですけど、一応12歳の中学生やったことで、でも去年大うたんで、去年会ったときは小学生やったんやろうなって思いますよね。えー、去年の うん、ハンバーガーハッスルの時に来てたんかな多分そうやなあこんなちっ,いちっこい子でもナムセンマニアな感じなんやみたいなねちょっとーなんか違う時やったような気もするな、まあ、まあまあまあわかんないですけどひょっとしたら、えー、山さばの時やったかもしれないですけどでこの間もあの和歌山でやってバトランでやってたね弥生さばゲの時にも来てたんで ままあまあ面識はあったんでねあの参加したいって言われてこれほんまはほんまのこと言うと、えー、エリアハイランドはねもう何があっても18歳未満はもう断りましょうっていうスタンスやったんですよねだからまあまあ言われた時点でこう自動的にいやダメですっていうつもりやったんですよでもまあ例えばいろんな、えー、そういうね うん18歳未満の子が参加できる条件としてはまあもともとそういう、えー、18歳未満を対象としたゲームが一番いいんですけどまあその次で言うと貸し切りフィールドが、えー、この仕切ってるサバゲじゃなくて要はねフィールドの方が何か,何かしらこうトラブルが起きるとえー たちまちまね営業できなくなるとかそういう問題が出てくるんでまあ責任を押し付けるじゃないですけどもし何かあった時にやっぱり、えー、参加した方で責任持ってくださいねっていうことでまあそれは一般のねじゅあの大人の参加者でも一緒やと思うんですけどまあ大人大人というかねあのご両親がねちゃんと、えー、OK 出してくれてるっていう、えー の条件にまあできれば、えー、一緒に来ていただきたかったんですけどお母さんはどうやらあのち,ょちょっとあの他に用事があって来れなかったと <laughs> まあその代わり、ね、BX の仲間うちとかが、えー、うまいことね面倒見て連れてきて連れて帰ってくれたんで <laughs> まあ来る後編もまあもちろんそやはね中学生なんで自走で来るってわけにはいかないですしまあ最初は電車で。 来てあそこバスで行けんのとかそういう話までしてたんやけどまあ最悪こっちでもねあの誰かにピックアップしてもらってね来てあの拾ってきてもらうということも考えたんですけどまあ、まあ、まあ彼も知らないおじさんのね車に乗ってくるのもなかなかあれやったと思うんで、えー、まあその辺もうまいこと言ったかなと思います。それとねね何より、ね、まあ 参加してもらって分かったっていう部分もまあちょっとあるんやけどヒストリカルゲームに関してはまあ比較的その,あの18歳未満の子に参加してもらってもまだ大丈夫な方なんやなと思うんですよ。あの問題点というかねもしトラブルになった時っていうふうに考えるともちろんね一緒なんやけどあのやっぱりね 普通の裁けと違って、打ち合うっていうことだけを主眼に置いた遊びじゃないんで、ルール上打ち合いはするんやけど、えー、その遊びのね、内容であったりとか、目的がそこが全てではないんで、えー、まだマシなのかなと。で、その上で、 彼は彼なりにヒストリカルゲームをこう参加するにあたってうんまあこういうふうにしできるとかあのヒストリカルやからこういうふうにした方がいいとかっていうことを結構考えてきてたんやなと思ってまあ俺は中1の時か。 まあそもそも俺中学生あの僕もね中2ぐらいから映画館買って中3の時には、えー、サバゲも一応まあまあ本格的にというかねまあ初めて似たようなも,もんなんですけど僕の場合ねミリタリーマニアじゃなかったんでそういうシチュエーションとかねそういう考えには全く至らなかったんでねうんまあ末恐ろしいというか。 うーん将来が心配というか、うん、まあ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 ねまあおもろい少年でしたよズドラ君ね、うん、まあまあ今後もどこそで会うことはねあるやろうなと思うしまあねその都合もあるやろうから次のお品目にも来てくれるかはまあまあ分かんないですけどねまたあの機会があれば一緒に遊びたいなと思いますまあそれとそやな まあ毎回参加人数そんなに変わらないんでまあ微量には増えたんですけどまあまあうんねファントムさんとかねちょっと来ていただいたんでその分ちょっと増えたかなみたいな感じもあるんですけどえどう言ったらいいかなまあ北ベトナムは相変わらずまああのやり方をね多少変えた部分というかねやっぱり参加してる方々に何かしら変化を 与えるへんかなっていうことで毎回何かねこうあ今回こういうことオシナムセブンの時はこういうことあったなっていうふうにこういうふうにやってたよねみたいな、まあ、今回はねあのベトコン少年がおったんでねみんなよう覚えてる回になったとは思いますけどあのー、まあ僕が来たベトナム今まではね僕米軍の格好で。 やってたんでゲーム参加しないっていうスタイルやったとしても米軍の格好やったりとかしたんで、えー、僕が北ベトナム側のまあ、まあ一応分隊長っていう感じでティ、えー、T、君にね、えー、アメリカ軍を任してこれねやっぱりねほんまはそれとは別にゲームマスター的なねやっぱりね本部的な人間が。 いたた方が良かったんですちゅ、ね、うのは、えー、T 君から北,、えー、北ベトナム航行してくださいみたいな感じでなんかねアメリカ軍からこう北ベトナムに命令が下ってるみたいなちょっと下りがあったんでまあそこはね飲内変換して本部から来てるんやっていうことでねまあ人数少ないですしなかなかこうスタッフ要員っていうのもね難しいところがあるんで少人数でやってるとね。 まあそれはそれでいいんじゃないかと。まあまあ今後の課題でもあるんですけどそこの違和感はなくしていきたいなっていうところ部分ではあるんですけどあとは、えー、まあ最後の方にねあのー、ケイムラ君ですよなんか結構今回は口悪いな <laughs> みたいな感じやったんやけどまあ言うて僕は普段の彼の言動というかね喋り方とかも知ってるんであこれ一応役柄考えてわざとやってんじゃなみたいなね。 上官に立てつく生意気な歌詞官みたいな。まあん、総長って言ってたかな。まあ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 、一応ね、そういう役柄でを考えてやってくれてたんでね。まあ、後でね、動画を見た人がどう思うかっていうのは、ちょっとどうなのかなって僕もわかんないんですけど、やってる本人らはね、あれが楽しかったみたいで、 てぃーくんなんて結構罵声を浴びせられて、おちょっと大丈夫かって俺は思ってたんやけど、まあそれが楽しかったらしくて <laughs>、まあまあ、あの安心しましたっていう感じでね。まあ、そうやな。だからこれが、俺が米軍側の、えー、ね、分隊長やってると、池村くんが俺に対して同じようなこと言うたかっていうと、 多分言わへんかったと思うよね。だから、その辺はね、リアルな人間関係も関係してくるところではあるっていう <laughs> 感じではありますよね。まあ、その知ってる人間でないとね、例えば、ホカリみたいなイベントで、うーん、そうシチュエーションなんやから、それでいいやろみたいな感じでね、例えば、ほな、僕は軍隊長なんで、あの、知らん隊員にボロかす言うて、お前、 役に立たないやつねみたいな感じでやっていいのかっていうこうねシチュエーションというか遊びとしてはやっていいんやけどえモラ普通のモラル的にはやっぱりやっちゃダメですよねいやその辺の加減が難しかったりやっぱりそういうのがあの許される仲間ね理解し,してくれたりとかあの同調してくれるね仲間がいるっていうのが まあええー、ことやなと思ったんでまあ今回ちょっと僕はそういうのやってんのを見てね新しい発見というかうーんまあやっててよかったなって思える部分ではありましたよねまあそんな感じでまああのー、懲りずに次回もやると思いますんでまたね僕の動画見てもらって面白い,いやちょっと面白いかもって思ったりとか距離的に あのこの距離ならいけるとかねあれば、えー、ぜひぜひ参加していいたただきたいと思います何かまあだから今回の感じで言うとやっぱりね参加していただいた方にたちの手で作る、まあ、ヒストリカルイベントまあこれねアホ狩りとかにも実は一緒なんですけどねあのー、用意されたもんに、えー、ただただ参加して楽しかったな なんや、大したことないなではなくあの自ら、えー、のめり込んでいって楽しくなるっていうのが、うん、ヒトルカルゲームの面白いところであったり、えー、醍醐味やと思うんでね、えー、皆さんそういう風に、えー、面白いかどうかは自分次第っていうことだねまあ自分さえ面白かったらよかった面白いいとも言える遊びではあるんで。 まあまた、えー、この手の動画あげると思いますんで、その時はよろしくお願いします。ではでは